2023年に注目すべき鉄道路線を皆さんに紹介していきましょう。皆さんこんにちは、塩のみはじめです。今回は2023年に注目すべきであろう鉄道路線について紹介していきます。まずやっぱり注目すべき点は相鉄東急直通線関連ですね。この路線、来年3月より大きな変化が発生します。ご存知の方も多いでしょうが、相鉄線と東急線が来年3月ダイヤ改正より、なんと直通運転を開始します。当然ですが2023年の3月の改正なんで、これは非常に注目ですよね。新しく路線が開通する上、乗り入れも開始されるので、当然ですがこれは注目と言えます。やはり新路線ってのは結構注目すべきところが多いですからね。ここからは具体的にどこについて、特に注目をすべきかについて皆さんに紹介していきましょう。まずやっぱり注目すべき、相鉄東急直通線の運用としてはまず、休日早朝に1本だけ存在する、海老名発小川町行きの電車ですね。ちなみに小川町はもちろん東上線の小川町です。ものすごい離れてますよね。神奈川県から埼玉県の山の中まで走りますから、これは結構すごいです。途中、新横浜まで相鉄線、そこから東横線で渋谷まで、渋谷から副都心線、そして和光市からは東武線ですね。一応4社入るっていうのは別に相鉄だけでなく、港未来線の元町中華街からの快速急行もあったりするため、決して珍しいものではありませんが、実は相鉄線内を発着とするこの電車1本しかないんですよ。小川町に行く相鉄からの電車って1本しか設定されません。しかも休日限定で非常に珍しいものになっています。次のダイヤ改正か確か、そもそもの話、昼間の時間帯、東部の東上線、森林公園から奥については、この10両編成の電車があまり走らなくなるため、そもそも10両編成がこの末端を走ること自体が珍しいですが、それに加えて、この相鉄から発車するっていうのもすごいんですよ。ちなみに直通候補は相鉄と東急車が浮かびそうですが、残念ながら相鉄車は今んとこ東部への直通対応に必要な保安装置は搭載してません。そのことから 99.9% の確率で東急車がこの運用に担当されます。5050系10両編成がおそらく入るでしょう。いわゆる4000番台ですね。ちなみにこの4000番台結構名前面白いですよね。普通鉄道って結構4とか9から始まる番台ってのは縁起が悪いっていうことから特に JR ではめったに使いません。ごく少数例外がありますが、まあ一応それは置いといて、ほとんどの場合4と9から始まる番台数ってめったに使わないですが、東横線ではなんと4000番台っていう番号を普通に使っています。これはちょっと個人的に面白いんで、どうでもいい話ですが紹介しました。ちなみに4は4、9は苦しいの苦。まあ、それを連想する音っていうことから、一応使用がなるべくされないように JR では工夫されてます。実際、E233 系みたいに番台数が多くても、なんか1000、2000、3000ときて、5000、6000から8000って感じで、4000だけ抜けてですよね。あと900は試作車って意味も、あるため、まあ、やっぱり4000ってのは結局一番なかなか見る機会がないんですよ。まあ、そういうこともあり、この4000万台ってのは車両番号名的にも結構面白くかつ運用的にも面白いため、二重の意味で結構カオスですね。ちなみにこの直通運転それだけではありません。なんと海老名駅を始発とするっていう風に言ってますが、これが実はすごいんですよ。ダイヤ改正のプレスですでに発表されてますが、東横線の相鉄直通線の電車は基本的に海老名方面でなく湘南台方面の運用を中心にしています。おそらく JR 直通線も同じく渋谷新宿方面にまっすぐ行くため、競合を避けるためにあえてこの湘南台方面へルートを変えたのかなっていう風に感じますね。ただ早朝深夜の時間帯とか一部の時間帯はちょっと運用都合でこの海老名方面に行く運用が若干あるんですよ。今回紹介するこれもちょうどその一環で、おそらくですが柏台の車庫に関連する運用かもしくは夜間停泊どっちからパターンで来るからっていう風に終わります。今のところ全部の電車の時刻や運用番号については分かってないため、断言できませんが、まあおそらく、いわゆる相鉄の車両のやり取りの都合から発生した珍しい海老名発着側の東横線系統の特急電車っていう特性は結構面白いなーっていう風に感じます。それ以外にも地味に注目すべき点があります。改正前までの話にはなるんですが、東急目黒線の6両編成による急行電車は早めに記録の方を済ませた方がいいかもしれませんね。なんでかっていうと、この6両編成の急行、実はダイヤ改正によって大半が相鉄直通の電車になります。さらに残りの運用についても多くが新横浜駅になります。このため、8両編成の割合が非常に増えんですよ。新横浜駅については6両編成も対応はしているものの、おそらく8両編成メインになるでしょう。急行は、今のところ1時間あたり、確か4本昼間にありますが、そのうち2本が、相鉄直通線向けで、これは絶対8両編成になります。残り2本がありますが、これも、新横浜まで行くため、6両編成の割合相当減るでしょう。もしかしたら、埼玉高速鉄道とか、編成数の少ない6両編成の電車は、急行運用を見れることがあまりなくなっちゃうかもしれません。特に現在6両編成で、埼玉高速鉄道の2000系は、編成数も少ないことから、今後急行運用は減っていくでしょう。そしてこの埼玉高速鉄道って地味に、8両編成の新車を導入することも検討しています。目黒線は結構急行電車混むため、もしも仮に次のダイヤ改正でこの6両編成の急行が残っても、もしかしたらこの8両編成の電車を導入したら、原則この8両編成をこの急行が入る運用に回し、ダイヤが狂った時とか、メンテナンスの時だけ6両編成に差し替えて運転するとか、そういったちょっと特殊な対応する可能性もあるんですよね。ってなったらやっぱり、この埼玉高速鉄道の急行運用は、見えなくなる、もしくはほぼゼロになる可能性もあり、個人的に地味ですが、これは注目すべきかなっていう風に感じます。今でこそ結構急行運用、埼玉高速車は多少あるんですが、残念ながら今後この高額鉄道、すいません、埼玉高速鉄道ですね。埼玉高速鉄道は結構、最近の物価高が始まるずっと前から、初乗り運賃210円っていうとんでもない路線ですが、そんな会社が保有している電車についても残念ながら、今後もしかしたら急行で見れることは、頻度は減る、もしくはそもそもなくなっちゃう危険性もあるんですよね。個人的に地味ですが、この埼玉高速鉄道車の今後は注目かもしれないなーっていう風に感じます。これまで定期列車では設定されてなかった相鉄本線の西谷発横浜行きも結構注目ですね。もちろん逆の横浜発西谷行きについても注目です。やっぱりこれまで設定がなかったレアな横浜方面の西谷行き、これが定期的に見れるようになるため、結構個人的な注目かなって思ってます。やっぱり新しい電車ですからね。おそらく多分大半が相鉄車の地上車で運転されるでしょうから、どういう感じになっていくのか注目です。まあ、この話で正直、終わっていれば大してわざわざこういう風に動画にして紹介しようとも思いませんが、まあ、実は結構個人的注目な点があります。それは、東急車が入る可能性ですね。今のところ断言できませんが、実は、運用数的に結構、相鉄車の直通は相鉄もしくは東急車って感じですが、一方、相鉄の走る区間は東急の対応区間に比べ、結構狭いんですよ。編成数の割に結構、なんか東急車の方が、運用数範囲が広く、ちょっと数的に気になるところがあります。まあ、ぶっちゃけなんとも言いませんが、もしも仮に、ダイヤの都合とかで、特に昼間とかで、ここを往復する運用というのも、設定される可能性は、否定できません。まあ、もちろんダイヤをうまく組めば普通に、相鉄車が途中でここを折り返していくとか、そういうスタイルにすることはできるでしょうが、実は東急線方面からの西谷行きが存在することが、一応ダイヤ改正のプレスを見た感じ、多分、分かっている感じです。100% 絶対という感じではないですが、少なくとも確か何本かはあったはずです。もしかするとその関連で、例えばラッシュの終わりの時間帯に2試合に入ってそこから昼間の2試合横浜間のピストン輸送に変換するっていうパターンも想定できます。もちろんやっぱりこれ本当かどうかは私分かりませんし、そもそも想像妄想憶測って感じで絶対そうなるっていう保証はありませんが、まあ一応そういう可能性ももしかしたらあるかもしれないため、今後詳細なダイヤが出たら結構注目かなっていう風に感じます。一応これ総鉄東急直通線の話題なのに JR 車ってどういうことだって思う方もいるかもしれません。ただ一応言っておくと、実は JR 車がこの相鉄東急直通線の境目である新横浜で来る可能性がガチで浮上しました。なんでかっていうと、一番大きいのは最近わざわざ E233 機が試運転で新横浜で行ったことですね。一応、なんかどうやら回送で新横浜に向けて試運転したって実績がありますからね。わざわざこんなことをする必要普通はありません。もしも会員直通したいんだったら、わざわざそんな試運転する必要ないんですよね。冷静に考えてみればわかるんですが、羽沢横浜国内で JR 線運電車は武蔵小杉に JR の東海道貨物線を使って抜けていきます。そのため、わざわざこの区間を走ることって JR 車って必要性がありません。ですが、わざわざ試運転をしたってことはやっぱり普通に考えてなんかこれ将来的に来るんじゃないかなっていう風な予想が立ちますよね。ちなみに新横浜駅については JR 車では一応 E233 系6000番台が横浜線ですでに入線してますよ。ただ今回紹介する7000番台も結構な可能性で今回この新横浜駅に入ることになりました。ダイヤ改正後、もしも定期運行でそれがあったらすごいですよね。やっぱりこれ個人的に結構注目すべき点かなっていう風に感じます。ちなみに実を言うと私、この試運転がされる前からもしかしたら E233 系7000番台新横浜駅へ入ってくるのかもしれないっていうことを紹介したですが、まあ、結構ここで汐留始めはおかしいとかなんかそんなこと言われた記憶があります。ただ実際やっぱり本当に来ましたからね。当時の私の判断は間違ってなかったかもしれませんね。まあそんな私のくだらないちっぽけな自慢は置いといて、実はこの西谷の新横浜方面 E233 系の疑惑について、実は現状ダイヤからもこうなるんじゃないかなっていう風な推測からいきます。実はE233 系の7000番台の現在の運用で、西谷から羽沢横浜国内間を往復する運用が存在するんですよ。確か朝5時か6時くらいから7時くらいまで往復するんですよね。理由としてはこの区間 JR との直通線の運用で電車が走るんですが、この JR からやってくる直通電車、朝が結構遅く、もしも設定しなかった場合、下手したらこの、羽沢駅から西谷方面の始発が7時台になるっていうわけわかんないことになります。利用者が少ないとはいえさすがにちょっとこれはあまりにも不便なんで、これを解消すべく赤字覚悟で運転してる感じですね。ただこの運用を一応新横浜に持ってくることで、同様にやっぱり朝の時間帯の少ない電車の本数をまからうことができるんですよね。ちなみに、びっくりするかもしれませんが、朝の時間帯の西谷と羽沢国大方面の折り返し、これ結構時間に余裕があります。なんか普通に折り返し時間には余裕があって、ぶっちゃけた話新横浜から羽沢横浜国大間を延長しても多分同じ時刻で西谷から羽沢方面の電車の本数確保できんじゃないかっていう風に個人的に感じますね。まあこんな感じで新横浜行きの運用が現在存在する休日の羽沢横浜国大と西谷間の往復運用で、これが延長するっていう風に考えたら別におかしくないですよ。ただ一点気になるのは JR 社がこの運用をダイヤ改正後も続けるかですね。例えばですがこの運用、確か記憶ではダイヤ改正後結構普通になんかもう西谷から羽沢横浜国大や新横浜方面に直通する電車が結構普通に朝の時間帯から東急車で設定されています。東急車っていうか、東急に直通する電車ですね。もしかしたら想定しても含まれるかもしれませんが、一応こういう風に、要するに、なんかダイヤ改正後は東急直通線の開通もあって、特に、この目黒、渋谷方面については、特にそういった区間列車を増発する必要性もあまり感じられません。ただ一方で、日吉から新横浜方面についてはやっぱり電車の本数が増やせんのか結構気になるところです。一応、元住吉始発のこの新横浜方面の運用を設定することで、多少本数はまかないそうですが、それ以上に目黒方面の出庫とかが忙しそうなんで、まあそう考えたらちょっと設定できるのか気になるところですね。あとそっから設定するにしても、線量量的にそんなワンマン出せるのかっていう疑問です。まだわかんないことですが、もしも仮に元住吉のスペースが足りなかった場合はやっぱり、こういった早朝の新横浜から西谷方面に乗り換えしたけれども、設定する必要があって、場合によっては、こういう電車を JR 社によって担当する、もしくは、相鉄1万2000系が担当するっていうパターンも考えられるかもしれません。あるいはワンチャン、相鉄1万系といった地上車の運用が、この新横浜線系統で誕生しても面白いですね。直角階段とかがなんか、トンネル内でずっと響き渡ったら面白いなーっていう風に感じます。まあでもそういうかは別に今ではあんまり珍しくないですし、実際相鉄の湘南台とかあの付近でもありますからね。音についてなんか特別そんなすごいことはないでしょうが、やっぱり相鉄の独自の地上車が東急とか東京メトロとか下手したら都営とか埼玉高速鉄道とかそういう会社となんだか結構面白いですよね。最後に東武車の行方についても個人的には結構注目かなっていう風に感じます。今現在東武車が一応この新横浜まで走ることは判明しています。何せやっぱり実際試運転で自走してますし、そういう光景を踏まえたらまあ別にそんな珍しいことでもないですし、決して変な話でもないのではないかっていう風に感じます。一応東武車が新横浜まで入ることは試運転等でも確認されており、このことからおそらく営業運転をすることは可能ですが、運用数が具体的にどれくらいあるのかについては注目じゃないかっていうふうに感じます。まずやっぱり気にすべき点は保安装置ですね。相鉄東急直通線はやはり JR の保安装置かつ東急とか東武とかいろんな保安装置全部必要なんで、現状東急車しか走れません。まあ、このことについては冒頭の例の小川町行きの紹介でも皆さんに紹介しましたが、まあ、これを制約に伴い、東急と東武をまたぐ運用は、基本的に東急車で賄われます。ただもちろん新横浜駅については、東武車で走行することは可能です。ただ実際問題として、新横浜駅の多くが、目黒線の電車で担当されることになっています。今のところ分かっている情報としては、確か朝の時間帯は、目黒線が新横浜発の電車を担当し、一方、東横線は基本的に直通で通っていくっていう運用が多いです。東横線は本数もそんなに多くなく、基本的に新横浜で折り返すタイヤを作る必要があまりない状態です。そういうことからやっぱり東横線直通の急行電車が基本的に新横浜に行くって感じですが、少なくとも昼間やラッシュの時間帯については多くの電車が抜けていく感じですから、となると本当に新横浜駅はごく少数になります。このため、実はダイソー以外では、東武車がこの新横浜に来るかどうかについて結構怪しいんじゃないかっていう風な説があるんですよ。定期運行では、新横浜に行く電車は一切設定されず、もしかしたらダイソーとか、あるいは新横浜周辺でイベントがあってその輸送で臨時で採用されるとか、まあそんな感じのちょっと特殊な対応以外、残念ながら原則直通しないっていう可能性があるんですよね。一方でやはり、早朝と深夜では、翌日の送り込みとか、あるいは逆に、新横浜始発とかそういう感じの運用ですね。一番列車とかそういう感じで電車を設定する場合、やっぱり、東横線方面の運用が、ちょっと新横浜駅について設定される可能性あるにはあるんですよね。もちろん断定することはできませんが、一応可能性としては考えられます。今のところ、東武車が、やっぱり運用の多くを、東急や、あとは、相鉄に結構この直通については任せてるところも多く、東武が少しやっぱりここの運行距離を相殺するためにも、何往復かそういう運用を設定することは、あり得るかもしれません。ぶっちゃけ、いろんな面から、まあそういうのは、否定できないかなっていうふうに感じます。実際電車の走行距離を精算するため、結構あんまり走る必要がないような運用にも使ったり、ちょっと独特な運用に入ったりとか、そういうのもあるにはありますからね。そういう系統でもしかしたら、この東武の電車が新横浜へ定期運用された可能性は否定することはできません。ただもちろん今現在、詳細な電車については全部時刻表で発表されたいため、断定することは残念ながらできませんが、今後もしかしたらそういう可能性もあるかもしれないよって感じで、一応現在分かっている情報をもとに、今後注目すべきかなっていう風に思ったんで紹介しました。ちなみに東武車について、単に運用名以外にもカオスな点があったりします。もしも仮定期運行を設定されたらこれこそ本当にやばいですね。東武急線系って実は、今現在、おそらく関東では唯一の電気チョッパーを搭載した地下直の電車になります。帰りチョッパーとかそういうものだったら結構あれですが、電気チョッパーという半導体部品を搭載している電車については多分これが最後っていう感じです。一応、名古屋に確か鶴舞線の方で、まだ少々そういったチョッパー車が残っているっていう話もきますが、とはいえ、本当に数路線って感じで、少なくともこういう日本国内でも非常に珍しいチョッパー車の電車となっています。消滅寸前のこの古い制御方式の電車ですが、なんとそんな電車が次の改正で営業範囲を広げちゃう可能性があるんですよ。半導体って結構使っていくうちに老朽化していくため、多くのチョッパー車が廃車になったり、海外に渡っていったり、もしくは機器を更新して今ではチョッパーを積んでないものが 99% に近い感じです。ですが、東武の電車は未だにチョッパーにしておきつつ、あろうことか次の改正から活躍範囲が広がっていくんですよ。まあ実際チョッパーでも火ついては多分、いわゆる東武2万系列が一斉に追い出され、チョッパーの編成が全部東武から引退し、一応アルピコ交通とか少々他線区に行ったものはあるものの、そういう電車も結局チョッパーを搭載せず VVVF を搭載したため、やっぱりこのチョッパーってのはおそらくこの2万系列の廃車に伴い結構部品が発生し、その部品で食いつないでいこうっていう発想はあるのかなという感じですね。実際東武ってごく少数 VVVF に更新する事例はあったものの、ほとんどの電車が機器の更新をせずに登場当時まで使用されています。おそらくこういう風に今回のこの2万系の事情ですね。まあこれはちょっと日比谷線の編成帳の変更は大きく、老朽廃車ってわけでもないため、ワンチャンそこで発生した状態がいい部品結構集まってるから、下手したらあと10年か15年くらい、チョッパ車が東急とか、下手したら相鉄直通線まで今後入ってくる可能性もあり、もうカオスがカオスを呼んでるなーっていう風に感じます。こんな古い足回りで、むしろどんどん営業範囲が広がっていく、東武急線系電車、怖いですね。なかなかすごいという風に個人的に感じます。この相鉄東急直通線、一応ダイヤ改正の概要が発表されたんですが、それでもなおわかんないことがあって、結構個人的には注目だなっていう風に感じます。ダイヤの概要は分かっても具体的な時刻については全部分かってないですよ。やはりこれを見て、あ、こういうことがあるんだなっていう風に分かることも多く、場合によってはここでさらなるやばい情報が判明することも全然ありんですよね。具体的にダイヤを見て、あ、これはすごいなっていうこともあって、個人的には注目だなっていう風に感じてます。もしもまたやばいことが分かったら皆さんにお知らせしようっていう風に感じますね。興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。このチャンネルでは鉄道に関するいろんな情報を発信していきますよ。バイバーイ。